ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、たった一人で何万人も殺めた、人を人とも思わないサイコパス。世界史上でも屈指の悪名を誇る、シリアルキラーたちの総集編だぜ。とんでもない話が聞けそうね。それでは行くぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、あまりにも傍若無人で恨まれすぎた東ヨーロッパの悪情3人、紹介していくぜ。東ヨーロッパ？ロシア以外にどんな国がどのあたりにあるのか全然わかんないかも。そのあたりは、本気で勉強しないと全然わからないぞ。とりあえず、今回紹介するのは3人だから、3カ国だけ場所を把握しておけばいいぜ。それなら、理解できるかも。今回は、動画の内容にかなりショッキングな表現をしている箇所がある。そういうのを見て、胸が痛くなる人は閲覧に注意してほしいんだ。視聴者の皆さん、よろしくお願いいたします。それじゃあ、早速一人目の傍若無人な悪女。ダリア・サルプイコバを紹介しよう。絶対、ロシアよね。ロシアの女性よね。誰が聞いてもロシアの女性ってわかる名前だよな。その人は、いつの時代の人？生年月日は、1730年。日本では徳川吉宗が将軍だった頃で、日本人がサツマイモを食べ始めた頃だな。暴れん坊将軍が暴れていた頃ね。それで、ダリアはどんな身分の人だったの？ロシア貴族だ。貴族ってことは、特権階級ってことね。そうだな。この当時のロシアは、ロシア帝国が支配していた。ロシア帝国は、皇帝が絶大な権力を持ち、貴族を中心とした官僚と、国家機関と化したロシア国教会が国政を支えていた、専制君主制の国だった。ダリアはその貴族の家に生まれた極上のお嬢様だったんだ。そんな生まれの人がどうして悪女になったの？ダリアの場合、生まれつき悪女だったのかもしれない。性格が悪かったってこと？いろんなタイプの悪女がいるが、環境が悪女を作る場合もあるだろ？例えば、政治的な権力を握ったらライバルを蹴落としたくなるし、夫に愛人ができたら、追い出したくなるし、たくさんお金が使えるなら、無駄遣いや贅沢もしたくなるだろ？そうよね。もし、悪女って呼ばれるようになった女性でも、幸せで平凡で何のストレスもなかったら、悪女にならなかったかもしれない。でも、このダリアは違うんだ。どう違うの？生まれながらのサディストで、シリアルキラーだったと言われている。じゃあ、たとえ平民に生まれても、やっぱり悪女だったってこと？そういうことだ。サディストって、ダリアはどんな風に傍若無人だったの？ダリアは、若くして結婚し、26歳で夫に先立たれ、未亡人となった。夫の死で彼女は豊かな領地を相続し、そこで二人の幼い息子と大勢のノードたちと共に生活していた。ノードってなんだっけ？わかりやすく言うと、いわゆる小作人ってやつだ。自分では土地を持ってないから、農作業に従事することで、漁師から報酬をもらって生活の糧とするっていう人たちのことだと思ってくれ。言ってみれば、ダリアからすると従業員みたいなものね。そういうことだ。それじゃあ、話を先に進めていくぜ。夫を亡くしたダリアは、領地におけるただ一人の女主人となった。ダリアは、自分の領地内では誰にも咎められないのをいいことに、誰にも知られることなく、ノードへの拷問と虐殺を楽しんでいた。生まれながらのサディストって言ってたのは、そういうことなのね。ここからは閲覧注意だぜ。ダリアの犠牲になったのは、どんなノードだったの？なぜか被害者は金髪の女性か少女ばかりだったそうだ。ダリアはその人たちにどんなひどいことをしていたの？髪を燃やしたり、熱湯をかけたり、寒い中裸で放り出した。それを見て感情が高ぶる性質だったのね。それに、わざと食べ物を与えず、餓死させたりもしている。鬼だわ、ダリアは悪女っていうか鬼よ。貴族だから捕まえられなかったの？夫を亡くす前から、世間一般ではダリアは優しく信心深い女性で通っていたし、その印象は夫が亡くなった後も変わらなかったそうだ。外面がめちゃくちゃ良かったのね。そうだな。ものすごく極端な二面性を持っていたのも事実だ。貧しい人々に施しを与える、といった活動もしていたようだしな。でも、どうして本性がバレたの？ダリアの犠牲者となった女性の親族が、ロシア帝国の女帝エカチェリーナ2世に嘆願書を送ることに成功したんだ。それまでは、お咎めなしだったの？王子主の貴族だからな。ダリアの持つ領地で、ノードがたくさん亡くなっていると、領民がロシアの政治機関に訴えても、全く相手にされなかったんだ。どうして？ダリアが賄賂でも使っていたのかしら？そうかもしれない。事実、ダリアはロシア宮廷の要人たちと有力なコネクションを持っていたから、領民の訴えはもみ消されていたんだろう。だから、直接女帝に嘆願書を送ったのね。女帝エカチェリーナは自らを、法を遵守する為政者、だと周囲に印象付ける必要があったから、ダリアを公的に裁くことにしたんだ。どうして女帝なのに、そんな、私は法律を守る真面目な政治家です。って、アピールしなきゃならなかったの？
女帝は、自分の夫から帝位を奪って女帝になった。ダリアの事件はそのゴタゴタが片付いた直後だったんだよ。ああ、なるほど。そんな事情で、自分を正当化させる必要があったのね。1762年に逮捕されたダリアは、入念な取り調べを受け、農奴への虐待や殺人が立証された。それで、どんな罰が下されたの ?1768 年まで6年間もの間、取り調べのために投獄されたんだ。貴族でも、ちゃんと裁いてくれるのね。貴族にとって、農奴の命の価値ってそんなものだったんだろう。ともかく、司法参議会は多くの証人を召喚して、ダリアの領地での行状について調べ上げた。公式の発表では犠牲者は138人もいた。つまり、ダリアは138人の金髪の女性農奴を、撲殺または拷問死させたってことね。ダリアにとって、農奴の女性たちを傷つけたり、いじめ殺したりしても、全く何が悪かったのか、理解できなかったそうだ。なら、お皿とか家具を壊してるぐらいの感覚だったのかしら。エカチェリーナ2世は彼女への処罰について決断をためらった。どうして ?138 人もの人をいじめ殺してるのよ。実は、1754年以降、ロシア帝国では死刑が廃止されていたんだ。結局、1768年、ダリアは、人を拷問死させた女、と書かれたプレートを首から下げた姿で、1時間だけ晒し台の上に立たされた。それだけ?確かに貴族にとっては屈辱だけど。いや、結局、この刑の後、彼女は女子修道院内の地下室で、無期刑に服するよう命じられた。死刑にはならなかったのね。その当時、ロシアは死刑を禁止していたからな。ダリアは鉄の鎖をつけたまま、その地下室で死ぬまでの34年間、太陽の光を見ることも、浴びることも許されず、体を洗うことも許されなかったそうだ。貴族だからって、庶民の命をもてあそんだら、ちゃんと罰を受けることになるのね。この時、君主がエカチェリーナだったから、見過ごしてもらえなかったのかもな。それじゃあ、傍若無人で恨まれすぎた東洋の悪女の二人目は、エリザベート・バートリーを紹介するぜ。どこの国の人?現在のハンガリーにあったハンガリー王国の貴族の女性だ。ハンガリーって、どのあたりにあるんだっけ?オーストリアの東隣だ。スイス、オーストリア、ハンガリー、ルーマニアの順で西から東へ横並びだ。なるほど、大体位置がわかったわ。それで、いつ時代の人?彼女は、1560年生まれだから、日本ではちょうど桶狭間の戦いが起こってる。織田信長が活躍し始めた頃ね。そうだな。あれ?さっきマリサはエリザベートのことを、彼女、って言い方したわよね。なんだか、名前を言うのを避けたみたいに感じたんだけど。うん、ほら、国によって名字と名前の順番が違ったり、その国によっては読み方が変わったりするだろ。そうね、日本なら宮崎駿だけど、海外だと駿宮崎って呼ばれたりするやつね。そう?それだ。エリザベート・バートリっていう呼び方はドイツ語読みで、彼女の実家であるバートリー家は、現在のルーマニアにあったトランシルバニア公国の大貴族だったから、名前の表記が日本と同じで名字が先に来るんだ。ってことは、バートリー・エリザベートってこと?その順番で呼ぶなら、ハンガリーやルーマニア言うだから、マジャル語っていう言語になる。エリザベートが、マジャル語だとどうなるの?バートリー・エルジェーベト、になる。エリザベートがエルジェーベトになるのね。なんだか華やかさが薄れた感じ。で、この動画ではエリザベート・バートリという呼び方で進めていこうと思うんだ。なるほど、呼び方を確定してなかったから、彼女、呼ばわりしてたのね。そういうこと。それじゃあ、話を進めていくぜ。了解。それで、エリザベートって一体、何をした悪女なの?自分の若さを保つために、若い女性を集めて血を絞り、300人以上を惨殺したと言われている。300人?実際にエリザベートに仕えていて、女性たちの殺害の実行犯だった使用人の供述だと、犠牲者は650人とも言われているし、裁判記録だと80人になっている。惨殺した人の人数がバラバラなのは気になるけど、どれもおびただしい数字ね。それじゃあ、エリザベートが大量殺人を犯すようになったきっかけを教えてちょうだい。エリザベートは、15歳の時に、ハンガリーでも指折りのハンガリー貴族のフェレンツ・ナーダシュビ伯爵と結婚する。この頃は、初々しい少女だったんでしょうね。そうだな。若い頃のエリザベートの肖像画が残っているが、目が大きくて、華やかな顔立ちでいかにも貴婦人って感じの女性に見えるぞ。エリザベートの旦那様ってどんな人だったのかな?フェレンツは、後にハンガリー軍の最高司令官になって、外国との戦争の指揮をしている。つまり、ハンガリーにとっては英雄として名を馳せた軍人だった。美少女にたくましい旦那様?中世のコミックでありそうな理想的なカップルじゃない。ところが、フェレンツは勇敢だと言われる一方、残虐な一面もあって、黒騎士、という異名で呼ばれることもあった。その上、新婚当初から姑のウルスラ・ダナジーとの同居生活だったし、
夫は外国との戦争で忙しくて、なかなか帰ってこない。それって、新婚家庭なのに夫が単身赴任していて、姑と同居ってことよね。うわぁ、よっぽど気が合わないと、ストレス溜まる環境だわ。夫のフェレンツはたまに戻ってくると子作りに励んで、すぐに出撃する。子供を作るためにだけに帰ってきたみたいね。その上、姑のこのウルスラがかなり口うるさく、エリザベートの行動をいちいち監視してはあれこれ文句をつけてくる。それで、ストレスが溜まったエリザベートは、ついにウルスラの使用人を地下室に閉じ込めて、拷問し、死に至らしめたんだ。それで、すっきりすることを知ってしまったのね。もともと、結婚当初から夫に使用人や能動虐待して鬱憤晴らしをすることを、教え込まれていたっていう話もあるけどな。そんな窮屈な生活の中で、エリザベートの楽しみは誰も見ていないのに、鏡の前で華やかに着飾り、自分の美しさに見とれることだった。美意識が高かったのね。そういう人って、美しくなるための美容法を躍起になって、知ろうとするのよ。霊夢の言う通り、エリザベートは、魔女の大釜のような鍋で肌をきれいにする薬を作っていたという話も伝わっている。でも、華麗には抗えないし、第一そんなストレスの多い環境で暮らしていたらお肌だってくすんでいくわ。老化を遅らせることはできるけど、いつまでも若く見せようとしても無理よ。そうなんだ。エリザベートは、夫のフェレンツとの間に5人も子供を産むんだが、4人目の子供が生まれた頃から容姿の衰えを感じるようになる。ほら、美意識の高い人はそれで悲壮なくらい悪気になるのよ。うん、そして彼女は様々な美容法を試して、ある時偶然、オンリーワンの美容法を発見する。まさか、それが大量殺人のきっかけになったの？その通り。ある日、エリザベートの髪を言っていた次女が、不始末をしでかした。エリザベートは、カッとなって次女を平手打ちする。悪いことに、はめていた指輪が次女の方を傷つけて、飛び散った血がエリザベートの腕に飛び散った。それで、自分の腕に滴り落ちてきた次女の血を拭ったら、その場所だけ、ツルツル、ピカピカもっちりな肌になっているように見えた。それから、大量殺人が始まったのね。でも、どうやってターゲットを集めたの？高い給金を出す、と言ってまず、近隣の農民の娘を集めた。あと、かっさらってきたっていう話もある。今も昔も、不自然に高い報酬をくれる仕事は避けた方がいいってのは変わらないわね。エリザベートは、集めた娘たちをいきなり拷問するようなことはしなかった。まず、何をしたと思う？おとなしくさせるために眠らせた？残念、より、新鮮でたくさんの血を絞り取るためにたっぷり栄養を与えて、太らせたんだ。ヘンゼルとグレーテルの魔女がやってた手口じゃない。それで、太らせた娘たちからどうやって血を絞り取ったの？まず、腕とか足の一部を縛り上げる。それから、巨大な鳥かごに入れて高く鳥かごごと、高く吊り上げるんだ。鳥かごに？どうして？そんなところに入れても、血は出ないでしょ。高いところから落として、殺してたの？またまた残念。その鳥かごは特別あつらえで、内側に向かって無数の棘が仕込まれていた。高いところに吊るされているから、娘たちが動揺して暴れると、鳥かごが揺れる。そして、内側の棘が女性たちの体を傷つける、というわけだ。そうか、腕とか足の一部を縛ったのは血が吹き出しやすいようにするためね。エリザベートは、その鳥かごの下にたらいを置いて、すっぱだかになり、降り注いできた娘たちの血を全身に浴びて、ご満悦だったそうだ。血を絞り取るのにそんなシステムを考えつくなんて、悪魔だわ。っていうか、吸血鬼よ。他にも、あくまで伝承で何の物的証拠はないんだが、エリザベートは特別あつらえの、鉄の処女、と呼ばれる拷問道具を作り出した。どんな拷問道具なの？鉄の処女、って呼ばれる道具で、娘を、鉄の処女、の前に立たせると、扉が開き、中に引き込まれて扉が閉じられる。中には、びっしり鋭い棘があって、その棘で娘の体は差し貫かれて、血が吹き出す、さらに絞り取られた娘の血液は管を通して、エリザベートが、体を浸すバスタブへと注ぎ込まれる、という施工がなされた。今でも、現存してるの？いや、エリザベートの、鉄の処女、は現存していない。それだけじゃなく、現存している、鉄の処女、は全てレプリカなんだ。じゃあ、単なる言い伝えってこと？そう、これはあくまで伝承で、実在を示した証拠は何もないんだ。で、なんとか逃げ出した娘の証言によって、ついに捜査が行われることになった。城に入った役人たちは、多くの遺体と死体と衰弱した生存者を発見。そして裁判によってエリザベートは生涯チェーテ城の地下牢に閉じ込められることになり、1614年に亡くなった。というのが、ことの顛末だ。死刑にはならなかったのね。身分が高かったからかな。おそらくそうだろう。それに最近の研究では、確かにエリザベートは癇癪持ちでヒステリックだったそうだが、
実際は大量殺人なんてでっち上げだったかもしれない、という説が、浮上しているんだ。根も葉もないことで、汚名を着せられて監禁されちゃったってこと？エリザベートの居城だったチェイテ城を発掘しても、遺体は全く出てこなかったそうだ。マジで？それじゃあ、冤罪だったかもしれないの？それはこれからの研究ではっきり白黒が判明するかもしれないな。それじゃあ、傍若無人で恨まれすぎた東ヨーロッパの悪女。3人目はルーマニアの元大統領夫人、エレナ・チャウシェスクを紹介しよう。大統領ってことは、割と最近の話よね。いつぐらいの話なの？エレナがルーマニアのファーストレディになったのは1965年だ。本当に最近の話なのね。それで、エリナはどんな悪女だったの？夫のチャウシェスク大統領が独裁者で、ルーマニアの国を好き放題にして国民生活を破綻させたくせに、私腹を肥やして国民に憎まれたんだ。その奥さんだったんだから、嫌われるわよね。ルーマニアの革命についての解説は、ものすごく複雑だから。今回の動画では、エレナがどんな失策をやらかして、どんな最後を迎えたか、ということだけに絞った話をするぜ。まず、エレナの悪用その1は、学歴の捏造とルーマニアの経済を混乱させたことだ。学歴の捏造？ファーストレディがどうしてそんなことしたの？エレナは、100以上もの研究論文を発表して、いろんな分野の博士号を取得している。これはすべて捏造で他人に書かせたものなんだ。エレナって学歴コンプレックスだったのね。勉強が嫌いで、小学校を落第してるからな。虚栄心の塊だよ。それで、博士号を持ってるからって、石油化学の大臣に就任する。当時、石油化工はルーマニアを支える重要産業だったんだが、エレナが石油化学大臣に就任してからはガタガタになってしまったんだ。他にはどんな失策をやらかしたの？豪華な宮殿を建設するために、8万人もの人を何の保証もなく強制退去させたんだ。いきなり家を取り上げちゃったの？しかも、8万人も？それから、人口が増えれば将来的に労働力も増えるし、納税者も増える、イコール国が栄えるって考えて、チャウシェスク政権は、強制的な人口増加政策を取った。それって具体的にはどんな政策だったの？国が女性に子供を産むように強制したの？その通り。45歳までに子供を最低5人産むことを強制して、中絶は法律で禁止した。そんな無理強いは無茶すぎるでしょ。体の弱い人だっていたでしょうに。そうなんだ。実際、国家に出産を何度も強要され、その負担に耐えきれず、命を落としたり、闇に中絶して結果、子供が産めなくなったりする女性が続出した。そんなに子供を産め、増やせっていうからには、それなりの社会環境を整えなきゃ。それができなかったから、子供を捨てる親も急増して、街にはストリートチルドレンが溢れた。そんな子供たちが十分に食べられるはずもないから、大抵のストリートチルドレンは、栄養失調で衰弱していたんだ。それに対して国は、っていうか、チャウシェスク政権は何も手を打たなかったの？とんでもない救援策を取った。でも、それがさらなる悲劇を生むことになるんだ。何をしたの？普通食料を配ったり、寝泊まりするところを提供するわよね。なんと、栄養剤代わりに輸血を奨励したんだ。しかも、注射針を使い回した。それ、やばくない？そうなんだ。この注射器の使い回しによって、ストリートチルドレンの間でエイズが蔓延した。世界から非難の嵐だったんじゃないの？当然そうなるよな。でもこの政策が実行されていた時、ルーマニアの保健衛生の責任者だったエレナは、世界に向けて、共産主義国家にエイズは存在しない、と発表したんだ。全世界から、そんなわけあるかい。って突っ込まれそう。で結局チャウシェスク政権としては、何の手も打たなかった。つまり、エイズが蔓延していくのを野放しにしたのね。独裁政権あるあるだと思うんだけど、自分たちのお金は貯め込むくせに、国民のための政策にお金を使わないよね。どうしてかしら。大体、そういう国は、国家として財政破綻しているからだろうな。この当時のルーマニアも、貿易赤字が2兆円を突破していた。国家として破綻するのが分かっていたから、個人資産を貯め込み、なんとか国の赤字を補填しようと、国民に負担を強いる。チャウシェスク政権は、外国からの輸入を抑え、輸出を増やすことで外貨を多く獲得するという政策を取った。そんなことしたら、国内のものが品薄になっちゃうんじゃない？だから、国民の食料品は国が管理して、配給制度にしたんだ。子供を増やせって言っといて、食べ物に困るような状況にしたの？そうして、国民に負担を強いて、税金を徴収してエレナはお金を貯めまくった。いくらぐらい貯めたの？日本円でその金額は1400億円だ。しかも、浪費しながらだからな。国民が病気で苦しんだり、お腹を空かせているのにそんなに私腹を肥やしてたの？それは恨まれて当然だわ。それでついに革命が起きて、エレナと夫のチャウシェスク大統領は、
国から逃げようとあがいたんだが、革命派に捕まり、銃殺されてその命を得るんだ。東ヨーロッパの悪女は、なかなかのボリュームだったわね。国の事情とかをすっ飛ばしたけど、やらかした悪事の内容が壮絶な分、つい、熱が入ってしまったな。最後まで見てくれて、ありがとう、と言わせてもらうぜ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、17世紀の美しき毒婦、ブランビリエ公爵夫人マリーについて紹介するぜ。毒婦ってことは、毒を扱うシリアルキラーの紹介みたいね。王様も貴族たちも住む世界一豪華なベルサイユ宮殿建設中。そんな時代の裏では、ある女性による連続毒殺事件が起きていた。キャー、霊夢の悲鳴の方が怖いぜ。毒殺魔って女性が多いらしく、本当か嘘かはわからないけど、女性が 70% を占めているって調査結果もあるらしいのよ。ぐつぐつと煮えた毒入りの鍋を混ぜ混ぜしている、魔女の姿は白雪姫などのおとぎ話にも登場するもんな。記憶に新しいところでは、和歌山毒物カレー事件、があったわよね。1960年に熊本で起こった3人の死亡事件は、杉村定めが犯人とされ死刑執行となっているぜ。女性の占める毒殺の割合って、日本ではそこまで高くないが、海外ではぐーんと高くなるらしいぜ。女性の殺人は、追い詰められた状況下で毒殺に及ぶケースがほとんどらしいけどね。ただ今回紹介する、ブランビリエ公爵夫人マリーについては、追い詰められた状況下ではない。自らの欲望のままに殺人を繰り返したどうしようもない人物なんだ。今日紹介するブランビリエ公爵夫人マリーは、わがまま放題の生活でみるみる財産は減り、父の遺産を狙い、父の殺害を計画。事前病院に通い、そこで犯した罪は。それが、17世紀のフランスで起きた、毒婦マリーによる連続殺人なのね。そして彼女は水拷問を受け、その苦しさのあまり、すべてを語ったという。水拷問って東西問わずに古くから行われていた拷問で、窒息の効果と体温を奪う効果がある辛い拷問だったようね。霊夢ってたまに、恐ろしいことをさらっと言うよな。次の章では、毒婦ブランビリエ公爵夫人マリーの生い立ちから語っていくぜ。ブランビリエ公爵夫人マリーこと、マリー・マドレーヌ・ドルード・ブレイは、1630年7月22日に、フランス王国パリで誕生したんだ。毒婦マリーって、花の都パリで生まれたの？しかも、今をときめくパリの枢密司法官アントワーヌ・ドルード・ブレイの長女として誕生している。政略結婚の餌食になるお嬢様の誕生、おめでとうございます。言い方がえぐいな。このしくじりサイトでは、お決まりよ。ちなみに、6人兄弟の長女で、父は厳しく、厳格な家庭環境だったとか。一方で彼女はその偉大なる父のもとで、幼い時から欲しいものは何でも与えられ、わがまま放題に育った。しかも、彼女の性格は、幼い頃から欲しいものはどんな手段を使っても、手に入れるという超わがまま娘だったらしい。うっとう、幼い頃からすでに、死刑台送りの様相をお持ちなのね。ブランビリエ公爵夫人マリーが悪さを働いたのは、太陽王ルイ14世の統治時代だ。十字軍失敗後の失政続きで、社会は逼迫していた。だから、人々の心は教皇から離れ王権神授説の下で、フランス絶対王政の全盛期が出現した。霊夢も、ルイ14世が、神は国家なり、と語ったという有名なエピソードは知っているよな。もちろん、神は浪費家の太陽王なり、とか言いながら、この王が、登場しそうね。ないな。こんなわがまま娘もいずれは結婚する。だね。マリーは21歳で資産家のブランビリエ公爵アントワーヌ・ゴブランの元へと継いだんだ。二人が今日構えたのは、マレ地区南東端現在のパリ四区だ。資産家さんに嫁いだのね。また、愛のない結婚でもさせられたのでは？17世紀頃のヨーロッパ貴族たちの結婚といえば、さっきから言ってるような政略結婚がほとんどだ。結婚といえばお家のためって時代だものね。家計を守るための手段で結婚が決まる時代で、夫が愛人を作ることは当たり前の風潮があったんだ。女性が嫉妬心を抱いても笑い物になるだけ。男性にとってはうほうほの時代だったのよね。だから、愛のない結婚をしたマリーの夫ゴブランもお約束のように愛人を作り、結婚してすぐに、家に戻らなくなってしまったんだ。マリーちゃんここは辛抱よ。マリーの性格は話したよな。彼女は絶対的に辛抱なんて無理な人だ。彼女も負けずに浮気しちゃったのね。夫が遊ぶなら私も、と、他の男たちと常時に勤しんだらしい。彼女にしてみれば、あなたの浮気も黙認するから、私のすることに口を出さないでねって感じかしら？だが、彼女が夢中になった浮気相手は夫の友人だ。ガーン、そんな当てつけみたいな相手では、夫もすぐに知るところとなるよね。夫が知ったかどうかは不明だがその不倫相手は、騎兵隊将校のゴーダンド・サントクロワだ。彼はイケメンモテ男、プレイボーイで有名だったんだ。マリーちゃんの不倫も、派手だったようね。
夫が浮気に走るってことは、彼女は美人じゃなかったの？美人でプロポーションも格別だったらしい。夫婦それぞれが、浮気に賭博と遊び放題だった。そうすると、たちまち家計は火の車となった。それはそうね。お金が湧いてくるわけでもないもの。ある日、厳格なマリーの父が、二人の状況を知ってしまった。娘の不倫騒動に激怒した父は、枢密司法官の地位を利用し、国王に頼み込んで、不倫相手の強談の直裁公演状を、発行してもらい逮捕した。自業自得ですが、厳格なマリーちゃんのパパのしたことご愁傷様です。逮捕だけの脅しだけならまだしも、一月半もバスティーユ牢獄にぶち込んだんだ。不倫とはいえ一応は恋する乙女。一月半も離れて会えないなんて地獄よね。不倫相手の強談もたまったもんじゃない。大激怒し復讐を誓ったんだ。あのバスティーユ牢獄だもん。怒り狂うのが普通。不倫しただけで法的な罪はないのに、有名なバスティーユ牢獄への習慣なんて、たまったもんじゃない。バスティーユ牢獄には、国王が自由に発行できる直裁公演状による逮捕者が収監されていたようだ。神話国家なり、のフランス絶対王政の全盛期らしさ全開ね。ただ、この強談の投獄が、マリーの父の命を縮めることになる。なになに？強談は、何やら復讐を誓ってたよね。実は、強談は監獄の中で、150人以上も毒殺したという、毒物学者、アントーニオ・エグジリ、と知り合い、毒の調合方法を教わったんだ。150人。十分ポイズンデビルの資格ありでしょう。牢獄でそんな恐ろしい人と、出会ってしまったのね。父としても、一月半も監獄へ入れて懲らしめれば、十分反省すると思ったんだろう。結果毒物学者のエグジリと知り合い意気投合するなんて思ってなかっただろうね。でも、牢獄に入っている間にマリーの気持ちも離れていると父は思っただろうが違った。まさか、よりが戻ったの？そうなんだ。浮気相手との関係より、夫婦関係を修復する方に知恵と力を使えばいいのにね。意外だが、このマリーは幼い頃から、頭は良かったらしいんだ。立ちが悪いのは、一月半も愛する人と引き離されたと、マリーは父に恨みを持ったらしい。そんな時に強談から、父への復讐計画を告げられた。乗っちゃうんだろうね。マリーの心の内は復讐心だけでなく、父の持つ巨額の財産も目当てだったんだ。とんだ毒婦に育ったマリーちゃん。父の運命はいかに、という感じかな？もう少し、漏れる言い方ないんかい。話を戻すぜ。当時は毒の売買に法的な規制はなく、医学的にも毒殺を証明するなんて皆無だった。え？じゃあ、毒殺なんてやりたい放題ってこと？毒殺しても、バレるケースはほぼない。うっとう。せめて苦しまずに。当時の毒薬は、ヒ素やアンチモン、トリカブトなんかが有名だよな。アレクサンデル6世はヒ素入りワインで次々性的を消していたらしいし、日本では昭和の時代に、保険金目当てに妻を殺した、トリカブト保険金殺人事件、なんかもあったよね。しかし、強談も毒薬については、牢獄で聞いただけで実際に扱ったことはない。まあ、中世でも普通に暮らしていて、毒薬を扱うなんてことはなかなかないと思うわ。だから、二人は調合した毒薬の効果を、父に使う前に試すことにしたんだ。どこまでも計画的。二人が実験場所に選んだのは、貧しい病人を収容するパリ市立慈善病院だったんだ。病気で弱っている人を毒薬実験の犠牲者に？世界史上最悪の毒婦だね。1663年頃から、菓子や果物を持って慰問に訪れていた。病院にとっても、身分の高い公爵夫人が病院に訪れてくれるのは大歓迎だ。患者に優しく、お具合はいかが？とか、ご不便に思われていることはない？などと話しかけていた。病気で苦しい時、美しい貴婦人に優しくされたら病気もすぐに治っちゃいそう。でも、マリーが持ち込むお菓子や果物には、ヒ素が少しずつ混入されていたんだ。だよね。しかも、何度も病院を訪れ、差し入れを口にした人を観察し反応を克明にメモっていた。さらに、死亡者が出ると、まあ、お気の毒に、と言い死体安置所に行き、祈りを捧げるふりをして、死体に現れた毒の効果も観察していたんだ。マリーには善の心はないの？マリーの持った毒を口にした者たちは、苦しみ抜いて死んでいった。しかも、彼女が病院を訪れるようになり、死者が急増したが、病院は負担が減ると喜んでいたようだ。この時点では病院側もマリーをシリアルキラーと疑っていたわけではないけどな。病院で行った毒薬実験で50人が死亡したと言われている。実験が成功したら、次のターゲットはもちろんマリーの父だ。とうとう本番だね。実は、事前病院での実験結果で毒薬には、死期を早めたり遅くしたりの効果も認めていた。どうしてそこまで、調べる必要があったの？老いたとはいえ、マリーの父は司法官だ。そんな人の死が毒による暗殺となったら大変だろ？だから、あくまでも自然死を装うためだ。
病により徐々に衰弱してこの世を去ったように装うためだ。いくら恨みを持っていてもジップ殺しに何のためらいもないなんて。マリーの毒により父が体調を崩すと、彼女はすぐに父のそばに寄り添い献身的に看病をした。そして、毎日毎日少量ずつの毒を食事に混ぜ、父に食べさせた。事前病院の時も思ったんだけど、病人や老人だって、毒を混ぜられたらさすがに気がつくのでは？実は、病院時代に味を変えずに毒を混入させることにも成功していた。父の病状は日増しに悪化するも、周辺の人々も、お年だからなと誰も疑わなかった。マリーが毒を使い始めた8ヶ月後に、66歳でマリーの父はこの世を去ったんだ。あとは、死後に毒殺とバレるかどうかの問題だけだね。お、いいところに気がついたな。この時代すでに毒殺は横行していて、身分の高い人には死後の解剖が行われていたらしい。バレたの？しかし、マリーの父の解剖結果は老衰だった。前述通り、当時はまだ医学的に毒殺を見分ける技術はなかったんだ。完全殺人成功。だが、マリーには弟たちがいたから、遺産の取り分はほんの少しだった。息子がほとんどの財産を相続するのが当たり前だもんね。だが、毒婦マリーはこのままでは終わらなかった。もちろん毒婦マリーは、父の遺産を独り占めしなければ気持ちは収まらない。まさか、次は弟たちを毒殺するの？さすがに弟たちの暗殺となれば、マリーでは無理だ。だから二人は強団の従者、ラショッセという男を使い、弟たちの家に従僕として送り込んだ。これで終わったね。人に頼むなんてことをしたら、完全犯罪の成功はないよね。そして、1670年6月に上の弟が、9月に下の弟が苦しみ抜いて死んでいった。胃腸病の悪化による死として処理され、マリーらは刑事罰の対象とはならなかったんだ。マリーは有頂天になり、彼女のメイドにも毒を盛り、さらに、バカでブスな長女にも。自分の娘と認めたくないほど、出来が悪かったのね。子供たちのイケメン家庭教師にも毒を盛った。だが彼らは死んではいないが、次のマリーのターゲットは夫だ。マリーはゴーダンと結婚したいと思ったらしい。だが、ゴーダンはマリーと結婚する気持ちはさらさらない。内心恐ろしい女と思っていた。とうとうここまで、マリーが夫に毒を盛れば、ゴーダンが解毒剤を飲ませるというコントみたいな状態になっていたんだ。ある日、ゴーダンが誤って、調合中に毒を嗅いでぽっくりと死んでしまった。自分で自分の首を絞めたわね。ゴーダンは借金まみれで、死後に家財を差し押さえられた。その時、執行人がある赤い箱を見つけた。その箱には、毒の入った小瓶のほか、マリーの殺人に関する証拠がたっぷり詰まっていた。とうとう毒婦も年貢の納め時だね。マリーは即イギリスへ逃亡した。だが、ラショッセは捕まり、拷問の上自白。彼は1673年3月に鉄棒で死を打ち砕かれ車輪に死ぬまで縛り付けられる。車攻めの刑に処せられたんだ。フランスの出した犯人引き渡し要求を、イギリスが履行することを恐れ、マリーはオランダへ逃げた後、3年半も逃亡した。3年半の逃亡生活ねえ。だが、ベルギーでフランス官権に捕まり、パリへ送られたんだ。20回に及ぶ警察での取り調べには全く悪びれた様子もなかった。法廷での知人の涙ながらの説得には、男のくせに泣くなんて、みっともないわね。と、吐き捨てる。希代の毒婦だね。だが、ついにマリーも拷問にかけられる。それも、エクストラオルディネイル、特別な水拷問だ。服をすべて脱がされ拷問台に縛り付けられ、5時間も立て続けに水を口に注ぎ込まれる。頭は破裂寸前で、全身が痛みで痙攣するらしい。想像を絶する拷問ね。これにはたまらず、マリーも悪用のすべてを暴露した。1676年7月17日の午前中に、人々はパリのグレープ広場に集まった。とうとう、マリーは処刑されるのね。監獄からノートルダム寺院へ連行され、その後死刑執行場の広場へ護送される。その間、首に縄をかけられたマリーに人々の容赦ない罵声が浴びせられたんだ。まあ、今までしたことを考えればね。だが、マリーが処刑台を前に語った言葉は、何だったの？数多くの人々が、悪事を働いているのに、なぜ私だけがこんな目に遭わなければならないのかしら？だったらしい。あの世でお父さんと弟たちにしっかり、怒られなさい。だが、この最後の言葉は、彼女の本心だったことは間違いないだろうな。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日は何の話をしてくれるの？今日は義勇の首切り天使と呼ばれた、シャルロット・コルデイについて解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。シャルロット・コルデイはフランス革命の最中、対立派閥の重鎮、ジャン・ポール・マラーを刺し殺した罪で死刑宣告を受け、有名な処刑人のシャルル・アンリ・サンソンに、25歳で処刑された。シャルル・アンリ・サンソンはマリー・アントワネットを処刑した人物ね。
他にも有名な著名人の処刑のほとんどに関わったんだぜ。シャルロット・コルデイは恐怖政治に対して一人で立ち上がり、異を唱えたその姿と美貌から、暗殺の天使と呼ばれるようになったんだ。すごい呼び名ね。自分で考えたのかしら？この呼び名はフランスの詩人であるアルフォンス・ド・ラ・マルティーヌが考えたんだ。確かにこんな呼び名は詩人にしか考えられないかも。では、どうしてシャルロットが暗殺の天使と呼ばれるようになったのか。彼女の生涯を紹介していこう。シャルロットは1768年、三大古典詩人の一人、ピエール・コルネイユの子孫の下級貴族の娘として、フランスのノルマンディーで生まれた。貴族出身だったのね。少し意外だわ。まあ、貴族といっても父親は長男ではなかったので、遺産相続権がなく、貧しい生活を送っていたんだぜ。狭い土地を耕して生きるのに精一杯だったようだ。そんな中、シャルロットは13歳の時に母親と死別してしまい、修道院に入れられることになる。当時は貴族の家の娘は結婚するために、修道院で教養を身につけるのが一般的だったのよね。ああ。だが、シャルロットは少し事情が違う。コルデイ家は農民のような暮らしをしていた貴族だ。結婚する時に必要な持参金なんて用意できるはずがない。じゃあシャルロットは結婚のために修道院に入れられたわけではないのね。シャルロットが修道院に入れられたのは、経済的な負担を減らす口減らしのようなものだった。ならシャルロットはシスターとして一生を過ごす予定だったの？ああ。だがシャルロットが20代前半の頃、フランスを揺るがす動乱が起こる。フランス革命でしょ。その通りだ。1789年にフランス革命が起きて、それは修道院も飲み込むこととなった。修道院が国有財産とみなされて、革命政府により、閉鎖されてしまったんだぜ。シスターとして過ごす予定だったのに生活が台無しになってしまったのね。修道院から追い出されたシャルロットは、カーンという街で暮らしていたおばの家に身を寄せた。ちなみにカーンで過ごすシャルロットの絵が残されているんだぜ。へえ、シスターのような格好をして何の本を読んでいるのかしら。何の本かはわからないが、シャルロットは物静かな性格だったようだ。修道院にいた頃もジャン・ジャック・ルソーや、ボルテールなどの啓蒙思想を好んでいた。だからこの絵で彼女が読んでいる本も啓蒙思想の本ではないかと言われているぜ。マリサ、啓蒙思想って何？簡単に言うと、中世のカトリック教会の教義に縛られた思想や学問や社会などを、近代科学や近代哲学の思想で打破し、合理的になろうという感じのものだ。これは17世紀後半にイギリスで生まれた思想なんだぜ。当時のヨーロッパではこの思想がプラスとなり、いち早く近代化を招く結果となった。なるほどね。じゃあ現代で科学や理論が重要視されるようになったのは、その啓蒙思想のおかげかしら？そうだな。だが、この啓蒙思想は近代化していない社会を、野蛮で未開な啓蒙すべき対象として考えることにつながったんだ。ヨーロッパが世界中で植民地支配を推し進めるようになったのは、啓蒙思想があったからだと言われているぜ。プラスなだけじゃないのね。そうだな。とにかくこの思想がフランス革命に大きな影響を与えたのは事実だ。それなら啓蒙思想の本をよく読んでいたシャルロットが、フランス革命に興味を持つのは当然ね。だからシャルロットはフランス革命に傾倒していくんだが、1793年のパリの革命政府ではとある問題が起きていたんだぜ。どんな問題が起きていたのかしら？革命政府には様々な思想の持ち主が集まっていた。つまり革命政府も一枚岩じゃなかったのね。ああ、王政を打ち倒して国民議会を作るなどの改革を進めたのは良かったんだが、革命政府内で意見の食い違いが生まれ、ジャコバン派とジロンド派の二大勢力で、争いを繰り広げるようになったんだ。この二つはそれぞれどのような意見を持っていたのかしら？ジャコバン派は過激派で、改革の断行には恐怖政治を敷くのも辞さない。政敵を処刑し、貴族は公使刑にして見せ物にするんだぜ。対してジロンド派は穏健派だった。自由を尊んで、ジャコバン派の過激な改革行動に反対し、ルイ16世の処刑にも異を唱えた派閥だぜ。私はジロンド派がいいわ。そうだな。だが、当時のフランスはジャコバン派が中産貴族やパリの労働者からの支持を集めており、ジロンド派は農村部で人気があるという状況だったんだ。ちなみにシャルロットはどちらを支持していたの？シャルロットは農村出身だったこともあり、ジロンド派を支持していたぜ。だったら過激な行動を取るジャコバン派に反感を覚えていてもおかしくないわね。霊夢の言う通りだ。反感を覚えていたというより、ジャコバン派を毛嫌いしていたんだぜ。ある食事の席では、国王陛下に乾杯、と言われた際に乾杯を拒否して、同席した人と口論になっているくらいだ。へえ、かなり強い意志じゃない。しかしシャルロットの支持も虚しく、ジロンド派の度重なる失策によって、
国民の支持を失い、ジャコバン派によって国会を追放されてしまった。こうして革命政府の主導権をジャコバン派が握ったことにより、毎日革命政府による処刑が行われるようになった。ジロンド派が負けてしまったのは痛いわね。ああ、革命政府の不満を口にしたら即座にギロチン台送りとされてしまうんだぜ。怖すぎるわ。言論の自由がないじゃない。国民たちは常に政府に怯える日々を送らなければいけなくなってしまった。そんな生活絶対に嫌よ。そして国会を追放されたジロンド派の議員が、シャルロットのイルカーンに逃げてくる。そうして死の天使が生まれたのね。ジロンド派の議員たちはカーンを拠点にし、市民たちにこう呼びかけた。ジャコバン派が主導権を握るパリに進撃するため、義勇兵を募る、とな。シャルロットも義勇兵になったのかしら？いや、シャルロットは義勇兵にはならなかったぜ。集まった義勇兵は30人ほどだったしな。あら、私の想像よりはるかに少なかったわ。しかし、これによってシャルロットの考えに大きな変化が起きた。もしかして自分がジャコバン派を倒そうと考えたの？その通りだ。シャルロットは義勇兵の集まりを見たわずか2日後にパリ行きの馬車に乗り込んで、プロビダンスホテルに潜伏するんだ。すごいわ。ジロンド派を守るという使命感が芽生えたのね。シャルロットがパリに来たのはジロンド派を国会から追放した張本人、ジャイ・ポール・マラーの暗殺のためだった。だが、マラーはすでに議員を辞職していてただの市民になっていたんだ。え？ただの市民になっていたの？むしろ、人民の友、という新聞を発行したジャーナリストとして、パリの人々から愛されていたんだぜ。ということは、シャルロットが暗殺するべきなのは、マラーではないんじゃないのかしら？冷静に考えるとそうなんだが、シャルロットは一度決めたら考えを曲げない性格でもあり、マラーの良い評判を聞いてもその決意は全く揺らがなかったんだ。というか、マラーはジャコバン派の中枢にいた人間ですらなかったんだぜ。暗殺する理由がどんどんなくなっていくわね。ああ、ジャコバン派の中枢にいたのは、マラーではなく、ロベスピエールという人物だ。それなら、マラーではなくロベスピエールを狙うべきじゃないかしら？霊夢の言う通りだ。なぜシャルロットはマラーを暗殺する計画を立てたのかというと、シャルロットの勘違いが原因だったんだぜ。どうしてシャルロットが勘違いしたのかというと、カーンに逃げてきたジロンド派が頻繁に口にしていた人物が、ロベスピエールではなく、マラーだったせいなんだぜ。それで諸悪の根源がマラーだと勘違いしたのね。ああ。そしてシャルロットはコンドリエ街30番地のマラーの家に向かったんだが、この時マラーは持病の慢性皮膚病が悪化していて、一日中入浴して療養するという生活を送っていた。それで議員を辞職したのかしら？その通りだ。こうしてシャルロットはマラーの妻シモーヌに追い返されてしまう。追い返されたシャルロットはホテルに戻って次の策を練った。思いついたのは一通の手紙を書くことだ。その手紙にはどんなことが書かれていたの？カーンでジロンド派が陰謀を企んでいる。私はジロンド派から迫害されてパリまで来たので、どうか助けてほしい、という内容だった。ジャコバン派のふりをして助けを求めたのね。だが、シャルロットは手紙に自分の滞在先のホテルの住所を書き忘れてしまったため、マラーから返事が来ることはなかった。痛恨のミスだわ。返事が来ないことでシャルロットは再度マラーの家を訪れ、前回と同様にシモーヌと押し問答をしているとマラーが現れ、部屋に通してくれた。シャルロットがマラーに通された部屋はリビングではなく浴室だった。一日中浴室にいるんだから当然だわ。ああ、持病が治らないから、湯船に浸かりながら仕事をしていたくらいなんだぜ。すごい根性ね。私ならくじけてしまうわよ。マラーは20歳前後の女の子が、自分を暗殺しようとしているとは思いもしなかった。だから無防備状態になる浴室にシャルロットを通してしまったんだ。浴室なら裸で身を守る術がないわね。シャルロットはマラーにジロンド派の議員の名前を告げて、マラーに包丁を振り下ろした。包丁はマラーの肋骨の隙間を貫通し、肺動脈を切り裂いたぜ。想像するだけで悶絶するわ。シャルロットはその場にいたマラーの支持者に取り押さえられて即座に逮捕される。そしてすぐにアベイ牢獄に収監されて尋問を受けることとなった。シャルロットは処刑されることを予測していて、ホテルには遺書を残していたようだ。捕まることは想定内だったのね。逮捕から4日後、革命政府によって裁判が開かれたんだが、そこに現れたシャルロットの美貌と声に人々は魅了されてしまったんだ。天使と言われるくらいだから、相当整った容姿をしているのかしら？ああ、シャルロットは、天使という呼び名にふさわしい容姿をしていたんだぜ。裁判官はシャルロットに、なぜみんなから敬愛されていたマラーを殺したのかと問いかけた。この問いに対して、シャルロットは、私に優しくしようが、他の人には悪魔だった、と答えたんだ。
裁判になっても自分の考えを曲げなかったのね。裁判官はマラー暗殺がシャルロット単独の犯行だと信じられなかったので、ジロンド派との関係を尋問したが、シャルロットは自分一人の犯行だと裁判官の考えを否定する。シャルロットは、私一人の死で10万人のフランス国民が救えるのだから、死を恐れない、と、潔く言い切ったんだぜ。そう答えるシャルロットだから公正で人気者になったのかしらね。そうかもな。シャルロットは言い逃れをせずに自分の罪を認めたので、要人殺害の罪で死刑判決を受けた。25歳で死刑にされるなんて。当時の死刑囚は死刑前に一つだけ希望を述べることが許されていた。多くの死刑囚は神父への懺悔を希望するんだが。他のことを望んだの？なんとシャルロットは自分の肖像画を描いてもらうのを望んだんだぜ。どうして肖像画を描いてもらうことを最後に望んだのかしら？それは今もわかっていないが、この選択で後世に名が残ったのは事実だ。この肖像画はどこに飾られているの？ベルサイユ宮殿の美術館で展示されているぜ。興味がある人は行ってみてくれ。いいことを聞いたわ。観光の際は訪れてみようかしら。シャルロットの処刑当日、彼女の元に処刑人のシャルル・アンリ・サンソンがやってきた。シャルルはフランス革命の時代に生きたもんね。ああ、だからシャルロットもシャルルによって処刑されたんだぜ。シャルルはシャルロットを処刑場へ案内する際、シャルロットの手を後ろ手に縛ろうとすると、シャルロットに手に傷がつかないように手袋をしてもいいかと尋ねられた。これは逮捕された時にきつく縛られたことが嫌だったからのようだ。これに対してシャルルは、私は優しく縛るから心配いりませんよ、と伝えた。それを聞いたシャルロットは安心したように手袋を脱ぎ、両手を差し出したんだぜ。これから処刑される人と処刑する人のやりとりとは思えないほど穏やかじゃない。ちなみにシャルロットが最後にシャルルに水黒いをしてもらう時の絵も残されている。処刑人なのに優しいわね。牢獄から処刑場に向かう護送車に乗せられた時も、シャルロットの毅然とした態度は変わらなかったぜ。その時のシャルロットの様子を見たシャルルは、彼女を見つめれば見つめるほど一層強く引きつけられた。彼女は確かに美しかったが、それは見た目の美しさだけのせいではなく、最後まで毅然とした振る舞いだったからだ。どうしてそのような振る舞いができるのか、私には到底理解できなかった、と語ったんだ。シャルロットはたくさんの人間を処刑してきたシャルルに、強い印象を残したのね。シャルロットがギロチン台に登った時、その視線は遥か遠くを見つめているようで、見物に来た多くの男性がその美しさに見惚れ、多くの人々が涙を流したと言われている。そんな美しい女性が25歳という若さで処刑されるのは切ないわ。人を殺しているから仕方ない。処刑が終わってシャルルの弟子が落ちた首を持ち上げてほっぺにビンタした。これは処刑後の慣習であり、見慣れた光景なんだが、民衆はビンタした助手の行為に憤慨して抗議し、シャルルはその弟子を解雇せざるを得なくなったんだ。普段の処刑とはわけが違ったのね。でも、これでフランスは平和になったんじゃないかしら？いや、むしろジャコバン派はマラー暗殺がジロンド派の陰謀だったとみなして、ジロンド派の弾圧を強めたんだぜ。シャルロットの思惑とは全く真逆だわ。ああ、ジロンド派議員は次々と処刑されてしまい、フランスをさらに地獄の底に叩き落としたぜ。もともと思い込みから始まった暗殺だもんね。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は、フランスの英雄から快楽殺人者へと落ちた、ジルドレ、のしくじり人生について解説するぜ。英雄から転落、一体どんな人なんだろう。彼は、ジャンヌ・ダルクの戦友で、百年戦争のオルレアン解放戦で武功を挙げ、フランスの英雄となったが、そのがとっても恐ろしいんだけど、彼は、人生の前半と後半で麻薬の評価を受けているんだぜ。それじゃあ、ジルドレの解説に早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。実は、私は、ジルドレって人のことって、全く知らないんだけど、歴史上の人物としては、マイナーな人物だからな。本題に入る前からドキドキするよ。実は、このジルドレは、グリム童話の主人公のモデルとなっている。ほ。おとぎ話の世界ってことは、安心して見られるパターンだね。いや、大人のグリム童話と思っていただいていい。そっちか。心臓の弱い方は、前半だけで視聴を控えてくれな。そのグリム童話って、ある館に住む貴族は、実は妻殺しの殺人鬼だった。7人目の妻にその秘密を暴かれるという、シャルル・ペローの童話、青ひげ、だ。なんとなく、昔に読んだ記憶があるかも。この章では、ジルドレの生い立ちについて、解説していくぜ。うん、わかった。よろしくね。ジルドレは、1404年9月10日にアンジュー地方のコミューンにある、シャントセで誕生したと言われている。彼はサソリ座だから、10月下旬から11月下旬までに生まれたって説もあるんだ。
本名はジルド・モンモランシー・ラバル。父はギド・ラバルといい、レケに養子に入ったんだ。父の家系は、ブルターニュ地方切手の貴族で、フランスの大貴族、モンモランシー・ラバル家、という超エリート家だ。安住伯や安住侯の家臣でこの地方に巨大勢力を築いていた。大々国王の軍隊を指揮する名門中の名門だ。お城で生まれたお坊ちゃま憧れるよね。幼少期の彼は非常に美男子で文武両道だったらしい。神は二仏も三仏も与える。母はマリド・クランという。彼女の実家クラン家もブルターニュ・アンジュ地方にまたがり多くの所領を有する豪族だったんだ。まさにサラブレッド。エリート人生まっしぐら。母は、クラン家に里帰りをしてジルを産んでいる。シャントセにあるクラン家の居城は、極めて安全な場所にあり、出産するにはもってこいの場所だったんだ。安心していい子を産んでこいと、里帰りさせたんだろうね。ああ、ジルが生まれた場所は、黒刀、だ。黒刀、黒ってなんだか嫌な予感。だがここで悲劇は起こる。1415年の初め頃に母が亡くなり、9月28日には父までもが狩猟中の事故で他界したんだ。両親とも亡くなったんだね。母は再婚したとの説もある。孤児になった彼は、これからどうなるの？彼の不運はここから始まる。実は、母方の祖父ジャンド・クランは、とても問題がある男だったんだ。どこのお家も一つや二つ問題はあるよね。それが、半端ない。彼の性格は、貪欲で腹黒く、残忍な男だ。ずる賢く土地へ執着し、まさに暴落という言葉がぴったりハマる人物だった。安住家に仕えるほどの実力者だが、横領や暗殺未遂事件など、悪の温床とも言える存在だったんだ。日本で言う、そちも悪よのう、的な悪大官って感じの人。当時、イギリスとフランスの間では、100年戦争という長期間にわたる戦闘状態が続いていたんだ。だから、父はアルマニャック派軍として戦闘に参加することが多く、いつ命を落とすかわからない状態だった。子供たちの行く末を案じて、父の出身家ラバル家に、もしもの時にはと、ジルと弟のルイの二人の面倒を見てほしいと頼んでいたんだ。腹黒じじいちゃんの餌食にならずに済んだ。父の遺言通りラバル家へ行こうとするが、どうせ、財産狙いだ。俺と暮らすんだ。わしの孫たちだ。誰にも渡すものか、と、要注意人物のジャンが、無理やり引き取ったそうだ。どうして、このジャンの子供はすべて亡くなっており、彼の親族はジルとルイの二人だけだったんだ。ジルの運命の歯車は狂ってしまったね。しかも、ジャンは孫二人の後見人という立場を利用し、二人の相続財産も自分のものとしたんだ。悪魔だね。教育が始まる7歳頃から、両親は聖職者を家庭教師に雇いみっちり学ばせた。この頃のエリート教育って、ラテン語や音楽をはじめ、貴族にふさわしい教養や礼儀作法などだ。ジルは物覚えもよく、優秀だったらしい。流暢なラテン語を話し、学問もよくできた。音楽や造形芸術が好きだったらしい。知識人的人生を送るはずだったが、また恐ろしい、が出た。ジャンは、学問なんぞ時間の無駄だとさっさと家庭教師をクビにした。勉学の自由まで奪われたの、もしかして、お金のため。それだけでなくジャンは、ジルの資質を認めていたようだ。ジルは、クラン家、レ家、ラバル家という名門家の全財産の相続人だ。大貴族三家の財産となれば相当だろうね。さらに、ジャンは領地を増やすために、16歳のジルと17歳の近隣領主の娘カトリーヌ・ド・プアールと結婚させたんだ。中世欧州によくある政略結婚だね。この頃の領地拡大方法といったら、武力による略奪か、政略結婚しかないもんね。だが、ジルとカトリーヌには障害があった。ローマ教会で禁止されている第7神道以内の縁戚関係にあったんだ。愛は、障害があればあるほど燃える。二人の結婚は、近親結婚にあたるから、両家は、教皇宛に嘆願書を出し許可を得ることにした。だが、腹黒じじいちゃんが待てるはずもない。ジャンの気持ちもわかる。ジャンは、プアール家とモンシャン家の領地欲しさにやらかしたんだ。何を？ジルを使いしでかしたことがひどかった。カトリーヌの両親がいない間に、屋敷に押し入り誘拐し強姦しちゃったんだ。よえ、略奪結婚、この認知苦笑めが。この結婚により、ジルの相続財産は、驚くなよ。じらすね。フランス王家の直轄領より大きかったんだ。またまた、よえ、王様よりも大きな所領。10歳頃から、ジャンの元で育てられたジルは、まともに育つはずがない。やっぱり何らかの影響は受けたと思ってたけど、だがなこの略奪結婚なんだが、実は、またまた、略奪結婚は当時においても違法だ。そりゃそうだ。サリカ法典、でも、親族の許可なく調査すれば、間違いなく死刑とされている。部族法や直令集、抗議会など、実に多く規制されているんだ。ってことは、略奪結婚って当時のフランスで頻繁に行われていたってこと？そうなんだ。ガーン。
どうして腹黒じじいのジャンヤジルが死刑になってないの？カトリーヌの両親は、傷者にした責任を取ってもらえば不服はなかった。大金持ちの奥様になるんだもんね。まあ許せるか。教会で結婚式が挙行されたが、その司祭を暴力で脅して不問に伏したらしいんだ。卑怯極まりない状態。1425年21歳になったジルは、ジェンのコネを使い軍人となった。実は、シャルル7世たちの口添えのおかげでジルは、すぐに指揮官に任命されている。瞬く間の出世。フランスとイギリスは、王位継承問題に端を発した100年戦争の真っただ中だもんね。軍人はいくらでも欲しいだろうけど、いきなりの指揮官任命って、大丈夫なの？何事にも動じない気丈な性格で、頭の回転も速く、指揮官の才能を持ち合わせていたんだ。クラン家の血が騒ぐって感じかしら。自分を率いて転戦し勝ち続けた。フランス軍の中でも指折りの騎士だったらしい。1429年にオルレアンでとうとう、ある人物と出会うんだ。オルレアン包囲戦で共に戦うジャンヌ・ダルクだね。敬虔なジルは、聖者と呼ばれるジャンヌの勇姿を見て一目惚れしたらしい。この戦いで、イギリス軍からオルレアンを取り戻し、パテイの戦いにも勝利した。ここで、休戦協定が結ばれたんだよね。戦争が一旦休止された時、フランス王シャルル7世の戴冠式が行われた。ジルもこの式典に列席し、元帥の称号を授かり、救国の英雄、と呼ばれるようになった。さらに、家紋に王家の証、百合の紋章、を使うことも許されたんだ。王も認める、大金持ちの美男子英雄の誕生だ。だが、翌年にまた100年戦争が始まった。コンピエーニュ包囲戦で、ジャンヌは敗北したんだよね。そして魔女裁判にかけられ、家計となった。ジャンヌの最後は残酷だったらしいね。実は、ジルはジャンヌ救済に失敗しており、ジャンヌの処刑はジルの中で、自身が全否定されたような気持ちに陥ったようだ。ジャンヌについては、別の動画で紹介するから、今回は、ジルについての話を進めるぜ。はい。実は、ジャンヌが死んだ翌年には、育ての親とも言えるジャンも亡くなったんだ。腹黒じじいのジャンでも、ジルにとっては親代わり。ショックは大きかっただろうね。ジルの心は壊れてしまった。そして、軍を引退し、領地にある地方樹上に引きこもってしまったんだ。引きこもったら、さらに心が歪むよね。ここからの彼の人生は、転落の一途をたどるんだ。思いもよらない方向へと突き進むのね。まずは、心を満たさんばかりに、お金を散財するようになった。欧州中の金銀財宝をすべて買い占めるほどだったらしい。その金銀財宝、私にくれ。まだまだあるぜ。城に音楽家を呼び集め、豪華な宴が毎晩のように開催されたんだ。一度は行ってみたい、貴族の宴。1434年には、思い出の地オルレアンに滞在した。そして、礼拝堂を建設し、聖歌隊を組織している。このパトロン行為は、もしかしてジャンヌのためかな？それはわからないが、ジルは広場で、当時流行していた宗教的な題材を扱った、神秘劇を無料で上演したんだ。どんな劇なんだろうね。オルレアン包囲戦を題材にしたものだ。フランス随一とも言われた財産はなくなるも、ジルの心は満たされなかったんだ。ガーン。膨大な財産がなくなっちゃったの。領地や屋敷を売り払っても追いつかない借金には、さすがのジルも焦り、錬金術にはまってしまった。お金財産を特別な方法で生み出すってあれ？さらに、イカ様錬金術師のフランソワ・プレラッテに出会ってしまうんだ。やばやば。プレラッテは、悪魔と取引ができるとジルに近づいてきたんだ。一説によると、ブルターニュ公の差し金で、悪魔術の生贄にと、子供を殺させるように仕向けたんだ。どうして、悪魔術が出てきたの？今の時代では意味不明だが、当時は人の命は軽く見られていた。だから、少年殺人では、厳重注意くらいの罰にしかならない。人の命を奪っておいて、厳重注意。悪魔術のための生贄とすれば異端尋問の対象となり、教会が介入するため、確実に有罪にできるということだ。当時異端とされたら、冤罪でも家計にされたもんね。でもどうして、ジルは悪魔を呼び出して欲しかったの？プレラッテが、悪魔を呼び出すには、子供の命が一番かも。心臓を生贄に捧げれば、悪魔と取引ができる、と語り、悪魔との取引で、失った財産を取り戻せる、とそそのかしたからなんだ。自分の財産のために、子供を殺したの。敬虔なカトリックだったジルは、とうとう、悪魔に身を捧げる。黒魔術に手を出し、悪魔を呼び出すために、少年の命を奪い心臓を捧げるのね。最初の生贄は、城に使いに来ていた12歳の少年だった。そして、何人も何人も殺し、心臓を捧げるも、悪魔は一向に現れなかったんだ。そりゃそうだ。ジルは、殺戮を繰り返すうちに、それに快楽を感じるようになってしまった。城に連れてこられた少年は、まず、ジルお気に入りの服に着替えさせられた。そして、豪華な食事をジルと共にする。
少年が心を許した瞬間に捕獲したんだ。超怖い。少年の快楽殺人だ。犯行に至る時のジルは、最初は少年に優しく声をかけた。そして、急に残忍な顔を見せる。少年が怯えるとまた優しくなるを繰り返した。さらに、少年に対して性的欲求を満たすと、喉を切り裂き殺したんだ。かなり気持ちが悪いんですが、昔あった、日本のシリアルキラー宮崎努みたいだね。そのうち、ジル様の城に行った子供が帰ってこないと世間が騒ぎ始めた。そりゃ、バレる時は来るよね。しかし、かつての、旧国の英雄、という人物像が、事件の真相究明を遅らせたんだ。ジルは子供たちは英軍の捕虜になっている。などの嘘を広めごまかしていたらしいぜ。かつての英雄が、少年を殺めるなんて考えられないし、ジルが広めた嘘で、悪い噂話はすぐに消し去られるわよね。でも、助かった少年はいないの。一人だけいた。あまりにも美少年すぎて、殺すのが惜しかったらしい。その子は執事となり、彼の残忍な殺人の手伝いをさせられたそうだ。この城で殺された少年の数は、150人とも800人とも言われている。ねえ確か、ジルには妻や弟がいたよね。彼らは、財産がなくなっても、感知しなかったの。さすがの彼らも、膨大な財産が売り払われたことに気づき、1440年に王シャルルに直訴している。それでどうなったの？シャルルは、さすがに精神を病んでいると認め、財産売り払いの禁止を命じている。ここまで来ると、さすがに禁止するべきところは、そこじゃないでしょ。って言いたいよ。だな。もう血に飢えた悪魔としか思えないもんな。でも、まだまだある。彼は、少年の首コレクターと化していたんだ。さらに、その首を並べて従者に見せて、どの首が素晴らしい、と聞いていたとか。さらにさらに、首が腐ってどうしようもなくなるまで、コレクションとして飾っていたらしい。退場させて、ジルの晩年は、城に引きこもり少年たちを快楽殺人の犠牲にするという日々だった。だが、悪事はいつかは裁かれる。ジルにもその日が来るんだね。そうなんだ。でも、問題になったのは少年失踪問題ではない。ジルは、領地問題で聖職者と揉め、その聖職者を拉致監禁したため教会が動いたという。今度は大人まで。いや、今回は拉致監禁だけだ。でも、ジルにはもともと同性愛者の傾向があったんだ。その聖職者のサンテティエンヌ・ド・メール・モルトは1440年5月15日にジルを告発した。城は徹底的に捜査され、14年に及ぶ想像を絶する惨劇が露見し、9月15日に逮捕。50体以上の無残な少年の遺体が発見され、黒魔術や悪魔崇拝の証拠物も押収されている。ここで終わってよかったと言うべきか、遅すぎると言うべきか。ジルは公開裁判で、初めの頃は、英雄気取りが抜けず、容疑を否認した。往生際の悪い奴。もしかして、英雄だから助かるとでも思ったのかな。さらに裁判官を罵ることもあった。裁判では、彼の家臣や召使いたちは、彼の悪行を次々と告白した。彼は、立場が悪くなると黙秘を貫いたりもしたんだ。自業自得じゃ。観念しろ。驚くのは、あのインチキ魔術師のプレラッチまでもがいけシャーシャーと。彼は、私の黒魔術の生贄に少年たちを次々と殺しました、と、証言したんだ。プレラッチは、ブルターニュ公が、助ける、と約束したことを、信じたようだが、簡単に切り捨てられた。彼については、脱獄して安住公のお抱えとなったという説と、処刑されたという説がある。もともとは、プレラッチがブルターニュ公に騙されて、ジルをそそのかしたのが原因なのにね。最後にジルは、拷問にかけるぞ、と脅されたんだ。ジルは泣きじゃくり、教会からの破門と拷問は嫌だとダダをこね、素直に罪を認め懺悔の言葉を発した。拷問が相当怖かったみたいだね。この罪を犯すに至った理由を聞かれたジルは、こう答えたんだ。自分の想像力の赴くままに行っただけで、誰の指示にも従っていない。プレラッチにそそのかされたんだよね。だが、ジルの言い分は、自分の意思で自分の快楽と肉体の喜びのために行った。それ以外のいかなる意図も目的もなかった。だったんだ。この事件の犠牲者は、金髪碧眼の男の子で、ジルの少年時代にそっくりだったようだ。ただ、入廷時のジルにはかつての英雄としての面影はなく、やつれて青白くなりすっかり老け込み、頬は痙攣していたという。なんだか、ジルがかわいそうになってきたよ。少年への虐殺や凌辱、悪魔崇拝、神への侮辱などの罪により、彼に言い渡された判決は、教会からの破門と領地没収、貴族にとってかなり不名誉となる、公死刑、だった。これだけ犯罪を繰り返すとさすがに重刑は免れないよね。公開処刑の執行は10月26日で、公死刑になった後に、死体は家計にされた。浮気さん、民衆や殺された少年の親たちまでなぜか、家計に処せられるジルに、涙を流し祈りを捧げたんだ。きっと、ジャンヌが異端の罪で、
家計に処せられたショックがなければ、惨めな彼の姿はなく、英雄としての人生が続いただろうと誰もが感じたからだと思うよ。膨大な財産を手に入れたものの、浪費癖により破綻してしまった彼だが、風貌に財力、武力にカリスマ性、そして何より英雄という名声まで持っていた。実は、ジルは陰謀の犠牲になっただけで、快楽殺人に手を染めていなかったという説もある。私はジルが陰謀にはめられただけで、清廉潔白だったと信じたいよ。ジル奴隷が処刑されたその日をもって、中世は終わったとも言われている。フランス中世文化史に関する著述に専念した清水正春氏は、青ひげジル奴隷の生涯の中で、ジル奴隷は、全身で中世そのものを表現していた人物であった。その広大な所領で、その莫大な財産と果てしない浪費癖で、その演劇的自己顕示欲で、その豊かな羅天的教養で、その深い音楽的感性で、その激しい少年愛で、その華麗なまでの残虐思考で、その敬虔なキリスト信仰で彼は中世そのものと言ってよかった。彼の中に矛盾はなく、壮大な非合理世界の中に、一人挙立する聖なる怪物であった。中世社会は新しい時代に向けて生き延びるために、この怪物に憤慶を執行する。処刑台の炎は新時代へのかがり火であったと述べている。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は17世紀の連続毒殺事件を招いた魔女、ラボアザンを紹介するぜ。魔女って言っても、本当に魔法を使っていたわけじゃないわよね。ラボアザンは占い師をしていて、日常的に黒ミサを行っていた。黒ミサでは生まれて間もない赤子の命を捧げて生贄としていた。ひどすぎる。犠牲となった人の数は2000人以上。想像を超えてきたわ。ちょっと怖いけど、詳しく教えてちょうだい。ラボアザンは1640年4月11日にフランスで生まれた。生年月日がわかっているってことは、本当に実在した人物なのね。もちろんだぜ。母親も当時、有名な魔術師だったそうだぜ。母親の影響が大きかったのね。旧姓はカトリーヌデー。旧姓ってことは、結婚もしてたんだ。そうだぜ。ラボアザンは宝石商の男性と結婚して、娘と3人で暮らしていた。まだ魔女感はあんまりないわね。普通に幸せそう。結婚後は、カトリーヌ・モン・ボアザンという名前だった。ラボアザンっていうのはその名前から取ったのね。ボアザンは、フランス語で、隣人って意味もあるぜ。ラボアザンは、豪壮な邸宅に客人を招いてパーティーを開くなど、表向きは趣味のいい生活ぶりだった。極悪人って、表ではいい人ってイメージあるわ。よく困った人の相談相手にもなっていたそうだぜ。一方、裏では毒薬の実験、医薬や堕胎剤の製造、悪魔崇拝の儀式を行っていたんだ。裏表がありすぎる。ラボアザンは、幼い頃からそういった分野に興味があったようだな。そういった分野って？占星術など、占いの類だぜ。じゃあ、趣味が高じてビジネスになったわけね。まあ、見方によってはそういうことになるな。月を仕事に、っていうもんね。そんなにいいものではないと思うが、夫と死別後に、ラボアザンは占い師兼助産師として働いていた。その時点ではまだ健全そう。いや、裏ではすでに堕胎用や黒魔術で活動していたんだぜ。まさか夫も毒殺していたんじゃないでしょうね。疑う気持ちもわかるが、そういった記述は残っていないな。そして、ラボアザンは後に毒薬の製造、販売、輸出を始めた。輸出までしてたんだ。気になるのは、悪魔崇拝や黒ミサのことよね。どんなものだったのかしら？黒ミサとはサバトとも呼ばれ、髪を冒涜することを目的とした儀式なんだぜ。どんな人たちが黒ミサを行っていたのかしら？ローマカトリック教会に反発するサタン崇拝者たちだな。サタンって悪魔のことよね。キリスト教神学においては、サタンはかつて神に仕える御使いだった。だが、罪を犯して堕落し、地獄の長となった悪魔の概念のことだぜ。堕天使ってことね。神の敵対者サタンを崇拝していることから。黒ミサは、カトリックの通常のミサのパロディーのような儀式が行われるんだ。演出って大事よね。黒ミサにも様々なやり方があるようだから、今回はその一例を紹介するぜ。まず、皆が寝静まった夜に教会に集合する。そこから演出は始まっているのね。廃墟のような教会が使われたそうだ。コウモリとかが飛んでいるようなイメージね。集まるときは、ヤギの仮面をかぶってくるのが決まりだぜ。ドレスコードがあるのね。楽しそう。通常のミサは、聖パンをキリストの体、ワインをその血と見立てて体内に取り込むことで、イエスキリストと一体化するという儀式なんだが、ふむふむ。黒ミサでは、本来使用する丸い聖パンの代わりに三角の聖パンを食すんだ。丸を三角にって、なんか可愛い発想。ここからは可愛くないぜ。ワインの代わりに尿を飲んだ。
気持ち悪い。他には、緑子を投げ入れた井戸の水が使われることもあった。赤ちゃん、かわいそう。残虐なことをすればするだけ、願いが叶う可能性は高くなると考えられていた。意味不明だわ。お香の代わりに動物の糞を使用することもあった。匂いがやばそう。十字架は逆さに持ち。十字を切るときは、左足で地面に十字を書いたそうだぜ。よくそんな方法を考えつくわね。そして神聖なはずの祭壇には裸の女性を横たわらせる。誰かの趣味だった説が浮上。そこで夜通しみだらな行為をすることもあったそうだぜ。それは確かに神への冒涜って感じがするわ。そして僧侶は、ミサの言葉を終わりから逆さまに唱える。単純に難しそう。ラボワザンもそういう黒ミサを行っていたのね。ラボワザンの所要はもっとハードなものだった。聞きたくないけど、聞きたい。彼女は黒ミサを教会ではなく自宅の客間の裏で行っていた。自宅で？逆になんか怖い。そこは、毒薬や堕胎剤の製造場所であり、黒ミサを行う場所でもあった。助産師さんが裏で堕胎剤を作っていたなんてびっくりよね。ラボワザンは、その部屋へ黒ミサを希望する貴族や金持ちの貴婦人らを案内し、悪徳神父エティエンヌと共に黒ミサを行っていた。お仲間もいたのね。その時に犠牲になったのが赤子だった。最初の方は堕胎で亡くなった胎児の血を捧げていたんだが、後に生きた赤子の血を捧げるようになっていった。本当にかわいそう。赤子はお金に困った娼婦などから買い取ってきてたそうだぜ。親もまさか子供がそんな目に遭っているとは思わなかったでしょうね。その裏部屋には、人間が入るほどの大窓もあり、儀式で命を奪われた赤子はそこで焼かれていた。そんなことを平気でできるなんて、やっぱり異常だわ。異常なのは間違いないな。庭からは幾千もの赤子の骨が出てきたんだからな。ホラーでしかない。そんな女性が、隣人だとしたら、恐怖でしかないよな。ラボワザンの顧客は貴族が多かったんだが、その中に相当な大物がいた。誰かしら？ルイ14世の長期だったモンテスパン夫人だぜ。初めて聞く名前だわ。本名は、フランソワーズ・アテナイス・ブロッシュ・アール・ブ・モルプマールという。長すぎて覚えられないな。今回はモンテスパン夫人と呼ぶぜ。そうしてちょうだい。でも王様の交渉なら、金銭面も問題なさそうだし、何も不自由しない気がするけど、交渉はそんなに甘いもんじゃないぜ。王から愛されているうちはいいが、関心を持たれなくなってしまったら一気に権力を失うからな。不安定な地位だったのね。モンテスパン夫人は別に貴族の夫がいたが、かなりの野心家で、狙いをルイ14世に定めて、1666年、見事に交渉となった。貴族の夫がいれば十分贅沢できたんじゃないのかしら。強欲はそこがないわね。彼女は王の目に留まるだけあって、とても美しい女性だったそうだぜ。美しい花にはトゲがあるっていうものね。モンテスパン夫人は、金髪に青い瞳の豊満な美女で、快活で才気があって、優れた話術と父と辛辣なユーモアを持っていた。完璧女子じゃない。それなら王様も骨抜きになっちゃいそうね。ところが、ルイ14世には、すでにお気に入りの長期がいたんだ。ルイーズ・ド・ラバリエールだぜ。その女性も素敵な方だったのかしら？美しい肌、ブロンドの髪、青い目、甘い笑顔で表情は柔らかで穏やかだったそうだ。野心家のモンテスパン夫人とはちょっと違うタイプの美人って感じ。実際、ルイーズは浪費家ではなく、金や称号にも興味がなく、一心にルイ14世の愛を求めていたんだぜ。王様はそういう純粋な女性に弱かったのね。モンテスパン夫人は焦っていた。不倫な上に、交渉の地位は不安定なんだもんね。モンテスパン夫人がルイ14世と出会った時、ルイーズは妊娠中でもあったしな。じゃあ、いつ立場が脅かされるかわからない状態だったのね。だが、モンテスパン夫人も負けてばかりいたわけじゃなく、一時はルイーズを抑えて第一の交渉になり、ルイ14世の子供を7人も設けた。7人、子だくさんね。ルイーズも6人の子供がいたし、当時は珍しくないけどな。だが、年を重ねて美貌が衰えていったためか、王宮内での上然とした振る舞いや贅沢三昧の暮らしに呆れてか、ルイ14世のモンテスパン夫人への愛は薄れていった。その気持ちはわかる気がするわ。それに、ルイ14世には新たなお気に入りができていた。マリー・アンジェリク・ド・フォンタンジュだぜ。ルイ14世も恋多き男ね。モンテスパン夫人は、若く美しいマリーにも激しい嫉妬心を抱いていった。モンテスパン夫人も休まる暇がないわね。そして、モンテスパン夫人はルイ14世の愛を取り戻すため、当時、貴族の間で有名だった魔女、ラボワザンの元を訪れたんだぜ。そこまでして、王様の愛情が欲しかったのね。欲しかったのは、愛だったのか、それに付随する権力だったのかはわからない。モンテスパン夫人の依頼を受け、ラボワザンはお得意の黒ミサを行う。
モンテスパン夫人もあの裏部屋に入ったわけね。夫人は裸になって、黒い布で覆われた大理石の祭壇に横たわり、顔にはベールをかぶせられ、手には黒いろうそくを握った。黒いろうそくってどうやって作るのかしら？一説には、格子刑になった人の脂肪を固めたものだと言われているぜ。黒いわね。そして、その体の上に赤子の血が流された。夫人はその血を飲んだという説もある。どちらにしても狂ってるわね。だが、もちろんそんなことをしても何も起こらない。ルイ14世の愛を取り戻すことはできなかった。当然よね。モンテスパン夫人は、ラボアザンから媚薬なるものまで受け取っていたらしいが、それも効かなかったようだな。恋の媚薬ね。あったら私も欲しいかも。寵愛を失ったモンテスパン夫人は、ついにルイ14世を毒殺する計画を立てた。愛されないなら、いっそのことってわけね。さらに、ルイーズやマリーまで毒殺しようとしていたという説もあるぜ。嫉妬に狂った女性は怖いわね。毒薬を作る魔女、ラボアザンが後ろについているからな。ところが、1679年にある女占い師が毒殺商売の罪状で逮捕され、彼女の自白によって、ラボアザンの悪用が明らかになっていき、ついに逮捕されてしまう。魔女も逮捕されてしまってはどうしようもないわよね。この時、その女占い師は相当な拷問を受け、国内の多くの著名人や貴族たちがラボアザンの顧客だったことを明らかにした。どのくらいの顧客がいたのかしら ?1679 年から4年間で400人以上が裁かれ、うち104人が有罪となって、そのうち36人が死刑となったんだぜ。よくニュースで、芋づる式に逮捕ってみるけど、そんな大規模なのは初めて聞いたわ。当時、毒殺事件の有効に対応するため、1679年の春に非公開の、家計裁判所が設置された。家計、怖すぎる。家計裁判所は、犯人と断定された者は即刻家計に処される。国王直轄機関だったんだぜ。問答無用ってことね。そして、その家計裁判所で初めて裁かれたのが、ラボアザンだった。ラボアザンは1680年に毒薬や呉服を販売した罪で家計に処せられた。ひぃ、家計は怖い。キリスト教では、基本的に人は死んでも復活すると考えられているから、その受け皿となる肉体を燃やされることは、相当な恐怖だったんだぜ。まあ、ラボアザンは黒みさをしていたくらいだから、それは全然平気だったかもね。そうなんだよ。処刑にあたり、ラボアザンは、公衆の面前で罪の白状と神と王に対しての謝罪を命じられたが、断固拒否した。強すぎる。ついに処刑される時が来て、体の下から火をつけられても、最後まで、呪ってやる、と暴言を吐いていたとか。堂々たる悪女っぷりは最後まで健在だったのね。悪徳神父、エティエンヌもその後に処刑されているぜ。悪いことはできないわね。ちなみに、その後ルイ14世は、このことが明るみに出ることを恐れて、慌てて調査を中止させたんだぜ。愛人のモンテスパン夫人が王である自分を暗殺しようとしてたなんて、大スキャンダルだものね。醜聞もいいところだからな。そういえば、モンテスパン夫人はどうなっちゃったのかしら？事件の調査が打ち切られたこともあって、モンテスパン夫人は捕まらなかった。だが、王の寝室から離れた部屋に移されて、その後、公式の場でも王から声をかけられることもなくなった。降格降下、その程度で済んだのね。そんなラボアザンだが、ビジネスとしては成功していたと言えるかもしれない。お金持ちや貴族を相手にしていたんだもんね。相当儲かったでしょうね。それだけじゃないぜ。ラボアザンは、毒薬をイギリス、イタリア、ポルトガルなど、ヨーロッパ各地に密輸していたんだぜ。ええー、規模が大きいわね。これが毒薬じゃなく、もっと人の役に立つものだったら、ラボアザンはもっと違う形で歴史に名を残していたかもしれないな。当時、女性が働くこと自体難しかったような頃の話ですものね。今日は毒薬使いの魔女、ラボアザンについて紹介したぜ。ホラー小説の登場人物みたいな想像を絶する悪女だったわ。最後は家計となったことを考えると、もしかしたら、悪魔が本当にいるのかとも思えてくるぜ。どういうこと？黒ミサに参加する者は、悪魔との契約書にサインをする必要があったんだぜ。ラボアザンや悪徳神父、エティエンヌも。もちろんそういった契約の儀式は行ったはずだからな。悪魔と契約して、最後は地獄に落ちてしまったってストーリーね。みんなは真似しないようにな。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日は何の話をしてくれるの？今日は曰く月の世界の心霊城を6つ解説するぜ。今日はホラーなのね、ドキドキするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、イギリスのチリンガム城だ。
この城の幽霊として古くから語られているのは、1719年に亡くなった、メアリ・バークレイ夫人だ。これは1925年、第7代タンカービル伯爵夫人の、レオノーラの記録にも残されている。幽霊になって300年以上も彷徨っているの？メアリー・バークレイはどんな人だったのかしら？メアリーは第3代グレイ・オブ・ウェル家男爵、フォード・グレイの最初の妻だった。フォードとメアリーの妹ヘンリエッタが愛人関係となって、フォードは不倫の罪に問われ、ロンドン島へ投獄されたが、脱獄に成功し、国外に逃亡した。そして名誉革命に際して、ウィリアム3世を支持し、タンカービル伯爵となるんだが、実はメアリーもフォードと妹ヘンリエッタのその後の関係もよくわかっていないんだ。ちなみにヘンリエッタは1706年、メアリーは1719年に亡くなっている。異性関係にはだらしない男のように思えるわ。だから不貞を恨みに思ったメアリーの幽霊が、妹と一緒に逃げた夫を探し続けて城内に出るというエピソードが語られているんだぜ。なんだかかわいそうだわ。他にも、青い少年、または、光を放つ少年、と呼ばれる幽霊のエピソードがある。メアリーだけじゃないの。その男の子はどうして幽霊として現れるのかしら？スペインの無敵艦隊の資料を勝手に見たため、壁の中へ押し込まれてしまったんだ。この少年の霊は、青い閃光や五光とともに恐ろしいうめき声を上げて客室などに現れていたが、改築工事の際に、壁の中から朽ちかけた青い布の破片に包まれた子供の骨が発見されると、現れなくなったようだ。骨が見つかったってことは少年の霊は幻なんかじゃなかったのね。霊は出現しなくなったが、たまに青い霊体が写真に写るようだぞ。早く完全に成仏してほしいわ。そしてもう一体幽霊が出る。この霊の正体は、何者なのかは判明していない。そんなことある？もしかしたら、ただ城に住み着いただけかもしれない。なんせキリンガム城は恐ろしい歴史のある城だからな。呼び寄せてしまったかもしれないのね。ちなみに、幽霊伝説の他にキリンガム城がアピールしているのが、拷問室にまつわる血塗られた暗いイメージだ。拷問室まであったの？ああ。伝説によればジョン・セイジという男が、エドワード一世の下で、大スコットランド戦争に従軍して足を負傷し、ドラッグフットの異名で呼ばれていた。そして、イングランド王エドワード一世は、当時イングランドを苦しめていた、スコットランド軍の指導者、ウィリアム・ボレスを捕らえるために、キリンガム城で捕らえたスコットランド人を拷問し、その居所を探ろうとしたんだ。拷問を任されたドラッグフットは様々なやり方の拷問方法を考案して、彼によって拷問にかけられたスコットランド人は毎週50人以上だった。いくらなんでもひどいわね。しかもこの拷問は7年間続けられて、最終的な犠牲者は数千人にもなったようだ。結局、1298年にウォレスは捕まって処刑されたが、用なしになったドラッグフットは、スコットランド軍に捕らえられ公死刑となったんだぜ。血みどろすぎるわ、早速怖くなってきたわよ。まあ、ドラッグフットはキリンガム城にまつわるエピソードにしか登場していないし、内容も信憑性に欠けているようで、実在自体が疑われているけどな。そうなの？伝説の成立もかなり新しいものだと見られていて、青ひげと同様の空想上の殺人鬼と思われているぜ。青ひげのモデルの殺人鬼、ジルドレに関しては説明欄を見てね。ところで、キリンガム城ってどんなお城なの？キリンガム城はイングランド王国の北辺、スコットランド王国との境界近くに位置する。キリンガム村は古くから両国の対立と紛争に巻き込まれてきたんだ。そのキリンガムを領したのは、キリンガムよりさらに北にあるヒートン城を守るグレイ家で、彼らによって13世紀頃、元は修道院であった建物が城塞化されたんだぜ。立地のせいで苦労していたのね。1297年にスコットランド軍に包囲されて、多くの犠牲者を出して、1298年にはイングランド軍がスコットランド軍を破り、スコットランドの英雄、ウィリアム・ボレスを捕らえたフォルカークの戦いに向かう。先ほども話に出したが、エドワード一世がキリンガム城に滞在した記録が残っているぜ。現在、キリンガム城は入場が許可されていて、入場料は 10.5 ポンド、約1365円。会場時間は12時から17時だ。へえ、私は絶対に行きたくないわ。二つ目に紹介するのは、アイルランドのリープ城のチャペルだ。ここには数多くの霊が住み着いていると言われている。どうして霊が住み着くようになったの？この城がゴーストキャッスルと呼ばれるようになったのは、いくつか理由がある。まず一つ目は昔この城には二人の兄弟がいた。その弟が教会に飾られていた剣で、兄である司教を殺害してしまったんだ。弟が兄を殺害したの？ああ。
それからこの城の教会は、血のチャペル、と呼ばれているようだ。なんでも、この弟は民衆を呼んだ城での宴を装って兄を呼び出し、殺害したという話もある。そしてこの城は監獄としての役割も果たしていて、罪人や一族のルールを破った者を閉じ込め、食事などもほとんど与えずに悲惨な生活をさせていたと言われている。なんだか怨念が充満していそうな場所ね。そうだな。強烈な刺繍を放つ幽霊もいるようだし、ここに住むとなぜだか争いやすくなるようだ。ただ、リープ城には悪霊だけでなく、精霊も住み着いているという噂もあるぜ。精霊がこんな場所に住んでいるの？ああ。その精霊は羊ほどの大きさで黒い瞳を持っているため、元精霊の脳無の一種ではないかと言われている。その精霊が廊下を歩いている姿も目撃されたという噂まであるんだぜ。羊ほどの大きさの精霊っていうのもなんだか不気味だけど、悪さはしないわよね。あとは赤い目をしていたり、人の顔をしている悪魔なども住み着いているそうだ。結局怖いじゃない。アイルランドにはプーカと呼ばれるヤギや馬の姿をした、目が炎のように光る妖精や、特定の家に住み着く赤い目をした守護妖精のバンシーもいるとされているから、幽霊の他にそういった存在が住んでいるのかもな。リープ城はどんなお城なのかしら？リープ城は鉄器時代頃から建っていたとされる城なんだぜ。以前はこの地方の豪族であるオケロル一族の住居だった。彼らは1922年まで住んでいたんだが、アイルランドの内戦により、オケロル一族はここを出ていった。へぇ、住居だったのね。1992年の火事で城の大部分が焼失したんだが、現在の住人である、ミュージシャンのショーン・ライアンとその妻によって修復された。ちなみにショーンは、暖炉の前に見知らぬ老人が座っているなど、数多くの心霊現象を体験したようだ。よくそんな怖い場所に住めるわね。ここも麒麟が無常のように公開されているの？残念だが、一般公開はされていないぜ。三つ目に紹介するのは、フランスのブリサック城だ。この城に出るのは、グリーンレディー、と呼ばれる、デイムベルデという女性の幽霊だぜ。彼女は、ブリサック公爵に与えられる前の15世紀にこの城で起きた、二重殺人事件の被害者である、シャルロットでフランスだと言われている。シャルロットはシャルル7世と愛称のアニエス・ソレルとの間に生まれた私生児で、モンブリエ伯、ジャック・ドブリエに嫁いだが、これは完全なる政略結婚だった。この時代では政略結婚が当たり前だったとはいえ不憫な話だわ。愛のない結婚に嫌気がさしたのか、シャルロットは浮気をしてしまう。相手は夫の部下だったピエール・ドラバーンで、この関係を知った夫のジャックは激怒して、1477年5月31日の深夜に、シャルロットと愛人のピエールを切り殺したそうだ。その際にシャルロットが身につけていたのがグリーンのドレスだった。だから、グリーンレディー、なのね。シャルロットは成仏できず、ブリサック城をさまよい、嘆きの声を上げている。シャルロットの幽霊を目撃した人は口を揃えて、目と鼻のあたりに大きな穴が開いた骸骨のような顔だった、と証言しているぜ。聞いただけで夢に出てきそうだわ。ブリサック城はどんなお城だったのかしら？ブリサック城は11世紀にアンジュー伯爵が居城とするために建築した城だ。15世紀にブリサック公爵がルネッサンス様式に改造したんだが、完成前に他界したため、中世様式の塔が残る風変わりな様式となった城だぜ。そして1794年には、ヴァンデ戦争制圧に向かう2つの部隊が、出発点とした場所でもある。さらに第一次世界大戦で36人のブリサック出身者が命を落とし、第二次世界大戦では住民1人が殺害された。いわくつきすぎて怖いわ。四つ目に紹介するのはデンマークのドラグスホルム城だ。この城には、グレイレディーとホワイトレディー、ボスウェル公爵の幽霊が彷徨っている。グレイレディーは城で働いていたメイドだと考えられているんだが、彼女の霊が城に取り付いている理由は不明だ。こんなところにいないで成仏してほしいわ。ホワイトレディーは誰なの？ホワイトレディーは城主の娘だぜ。使用人と身分違いの恋に落ち、密会の現場を抑えた父親が激怒したんだ。そして城の壁に娘を生きながら封印するように命じて、そのまま朽ち果てさせたと言われている。実の娘を生きたまま壁に封印したの？ありえないよな。1930年代に城内を改装する際に壁が二重になっているのを不審に思った工事業者が、表側の壁を崩すと、白いドレスを身につけた骸骨が現れて工事関係者は大層驚いたという。私なら腰を抜かしているわ。だが、この城で一番有名なのはグレイレディーでもホワイトレディーでもなく、ボスウェル公爵の幽霊だ。ボスウェルは国境防衛を務めた艦隊司令部の総督で、スコットランドのメアリー女王の3人目の夫だ。
三人目の夫って、もしかしてメアリー女王は恋多き女王だったのかしら？いや、前の夫は離婚したわけではなく、ボスウェルに殺害されている。略奪婚だな。だが、結婚した1ヶ月後には反ボスウェル派の貴族たちに反乱を起こされて、逃亡せざるを得なくなったんだが、デンマークで拘束される。その後はドラグスホルム城の地下牢に幽閉され、10年以上も鎖に繋がれているうちに、発狂してしまい、獄死した。それは幽霊として出てきてもおかしくないわね。ドラグスホルム城はどんなお城なの？ドラグスホルム城は13世紀に建てられた城で、現在はホテルとして人気を博している。この城は建築の途中から砦としての要素も加えられた重要な場所なんだぜ。ホテルになっているのね、泊まる勇気はないわ。5つ目に紹介するのは、ドイツのエルツ城だ。この城には何世紀も前に住んでいたアグネス・エルツ伯爵の娘、アグネスが現れる。アグネスがまだ城内を守っていると多くの人に信じられていて、彼女が城内を歩き回ったり、ドアを開けたり閉めたり、物体を動かしたりすると言われているぜ。エルツ城に展示されているものの中には、戦闘中に彼女が身につけていた鎧があり、馬に乗った騎士が城の門の前に夜遅く現れることもあると言われているんだ。どうしてアグネスは成仏しないのかしら？どんな子だったの？アグネスは活発な娘で、豪華な服を着るより騎士としてドレスアップしたいと思っていた。おてんばな子なのね。アグネスは幼い頃からブラウンズバーグの騎士との結婚を約束されていたんだが、アグネスは婚約者に強い嫌悪感を抱いていたんだ。しかし結婚を中止することはできない。ブラウンズバーグの騎士との結婚に備えて、お城で大規模な舞踏会があった時、アグネスは彼をずっと無視していたんだが、彼は急にアグネスを抱きしめてキスをした。ドキドキする展開だけど、好きでもない男にそんなことをされたら腹が立つどころじゃないわ。ああ。突然のことにアグネスは彼を殴ると、ブラウンズバーグの騎士は激怒して、エルツ一家の足元に手袋を投げつけて城から出て行ったそうだ。なんで手袋を足元に投げつけたの？普通投げるなら顔に向けてじゃない？これは自らの名誉を回復するために決闘を申し込む意味合いがあるんだぜ。回りくどいわね。エルツ一家は攻撃を待って準備していたんだが、数ヶ月待っても誰も攻撃しに来なかった。これで危機は去ったと胸を撫で下ろし、女性と子供を残して、エルツ一家の男性たちは3日間の狩猟旅行に出かけたんだ。なんだか嫌な予感がするわ。その予感は的中する。狙っていたかのように一家の男性がいない夜に城は包囲されてしまった。そしてブラウンズバーグの騎士たちが城を攻撃し、警備兵を殺害したんだ。これを受けてアグネスは怒り、兄の鎧を着て戦いに出るんだが、戦いの最中に婚約者と遭遇して、全力で婚約者を攻撃した。どうか勝ってほしいわ。だが、婚約者は鎧を着たアグネスだと知らなかったので反撃する。婚約者がアグネスの胸を刺すとアグネスはすぐに倒れて死亡してしまったんだ。戦いの後、鎧の下の素顔を見て自分が殺したのはアグネスだったと知り、彼は城から逃げた。その後、彼を見た者はいなかった。自責の念から自害したのか、自分のことを知らない土地にでも逃げたのかしら。エルツ城はどんな城だったの？エルツ城が歴史に初めて登場したのは12世紀だ。エルツ城があるライン地方のお城の多くは17世紀の戦争によって破壊されているんだが、エルツ城は一度も侵略されたことはなく、現在までその姿を残しているぜ。ドイツ三大美城の一つでもあり、850年以上の歴史の中でエルツ家によって代々所有されている。ドイツ国内でもかなり有名な城なんだぜ。ちなみに、現在の当主で34代目だ。それはすごいわね。城内はガイドツアーで見学をすることができるぞ。それはちょっと怖いからいいわ。6つ目に紹介するのは日本の城だ。日本のお城って言うと名古屋城とか松本城？小田原城なんかもいいわね。お前の行きたい城は聞いていない。今回紹介するのは、姫路城だ。姫路城って白鷺城とも呼ばれているほど美しくて、日本初の世界文化遺産よね？そんな有名なお城に幽霊が出るの？ああ。落語の、皿屋敷、って聞いたことないか？井戸から現れたお菊の幽霊がお皿を、1枚、2枚、と数える階段でしょ。お菊の幽霊が出るっていうことかしら？でも、お菊は東京を舞台にした物語よね？姫路を舞台とするものもあるぜ。どちらがオリジナルかわかっていないけどな。ちなみに、姫路城にはお菊さんが現れる有名なお菊井戸があり、一般公開もされている。マリサには申し訳ないけど、皿屋敷の話は結末まで知っているのよ。姫路城にまつわる怖い話は皿屋敷じゃない。
姫路城は地下を含めると6階建てになっていて、大天守の一番上に小さなお社があるんだが、霊夢はこのことを知っていたか？初耳よ。どうして天守閣に神社があるの？神閣には、お坂部大神の文字が刻まれているんだが、これは姫路城が建つ前からこの地に鎮座していた土地神の名前だ。どんな神様なのかしら？実はお坂部姫はいろいろと謎めいていて、神様というより、妖怪というカテゴリーに当てはまる。そのせいか、様々な伝説があるようだ。例えばどんな話があるの？天守閣が築かれた姫山の神で城を守っていた。元はお坂部狐という老いた狐で、800匹の家来を従え、人の心を読み、化かしていた。などの説がある。そして、お坂部姫は人間を嫌っているため、人前に現れることはほとんどない。年に一度だけ城の運命を告げるために城主の前に姿を現すと言われている。それって親切な妖怪じゃない？怖くないわ。だが、城主がお坂部姫の機嫌を損なうような行為ばかりをしていたら、呪い殺すなどという話もあるぜ。共同生活を送るのは遠慮したいわね。江戸時代の怪談集、諸国百物語では、とある説話が載っているんだが、それによると、姫路城天守閣で病に伏した池田輝政を治すべく、祈祷をしていた比叡山の阿闍梨の前に、30歳ほどの怪しい女が現れました。彼女はなぜか阿闍梨に城を出ていくよう命じます。治療の最中だというのに何事かと阿闍梨は逆にその女を叱りつけました。すると身の丈2丈、約6メートルもの鬼神に変化して、アジャリを蹴り殺して消えていきました、とある。そんなに大きな鬼神が現れるなんて怖いわ。池田輝政も生きた心地がしなかったでしょうね。ところで、結局お坂部姫の正体って何かしら？これも謎に包まれているんだ。お坂部姫の正体は、一般には老いた狐とされているんだが、井上内親王が息子である長部親王との間に産んだ不義の子だったという説や、伏見天皇が寵愛した女房の霊という説や、姫路城のある姫山の神という説などあるんだぜ。民族学研究所の総合日本民族語彙によると、姫路から備前にかけての地域では、蛇が坂府と呼ばれることから、お坂部姫を蛇神とする説が唱えられていたりもするな。へえ、本当に色々な説があるのね。なんだか姫路城の印象が変わったわ。悪さをしなければ大丈夫だから安心しろ。それにしても古い建物には幽霊が住み着くのは海外でも日本でも変わらないわね。歴史ある場所には集まりやすいんだろうな。見学できる場所もあるから、気になった人はぜひ見に行ってくれ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。